長ぬつどんだけ、うん、ちょっと大丈夫は大丈夫だ。ここが目線なんだ。ここが。お空だけよ。見てみよう、うん、一旦。いや、しゃあないもんだ、しゃあないもんだ。海魚おばあちゃん、時々はしゃご。カメラ確認したら、ちゃんとカバンには入れてたって。それで車に乗って、その車が出た後見たけど何も落ちてなかったって。車に乗った後も何も落ちてなかったって。だけどこっからすられるような人とすりゃあねえもんな、うん、だけどな、まあいいや、しょうがねえ。おかしいよ、なんだけどな。怪我でもしたんじゃねえかいや。あげらね。いつどんだけ回ったで、怪我でもしたわけだな、お前や。に手入れたりしてない？入れないと思うんだよな。いろいろあるな、人生。まあ、まあ、俺より他人もあったわけじゃないし。天ぷらあげっから。天ぷらやんの？天ぷらうどんがいっぺ。あのネギのおつゆ。ネギのおつゆでいいの？うん。ネギのおつゆでいいのか。うん。肉も入れかんで。うん。いくら入ってたんだっけ？細かいお金は入っいくらか入ってたか、ずいだな、あれは。で、2万円とにかく持ってた。うん、1500円だけ払って、1万8500円はだが入ってた。そうだね。
塩コショウだよ。こんなもん本当にバカになっててしょうがないね。嫌になっちゃうよな。食べるダメだ。昔ゆいちゃんがいたかやめたけど大変だけど。たまらないな。未来今日は損傷で長靴買いに行って財布がなくなっちゃった。18,500円なくす財布のこと。車のこう脇のとこに落ちてるのよ。えよくこの車の脇へ私落とすってけど、どこもねえだ。じゃあしょうがないでしょ。うん、しょうがないの。買ってけびでも頼んじゃう。ハラミちゃんのあれ渡るにも手伝ってもらった。はぁ、やばいの。今日財布なくした。腰痛くない。だから諦めて今日は買わないで来たんだけど、はい、筋肉痛になった。あ筋肉痛あのこことかこことかが。なるほど。だからあーちゃんすごいなと思って。筋トレもしてるんだねって言ってた。綿が綿るものが汗じゃなかったか。渡るほどだって運ぶところ大変だから、あの一輪車で何回も。ほら、ね、俺俺さんに、うん、今いろいろすごいね、やり方書いたり。他にどっちないし、息子はここにいるし。電話かかってきたことあるんですか。前に1回ぐらいあったけどね、昔ね。はいはいはい。息子ここに3人いますけど。お父さんは、お店を出してて一番最後に来たお客さんが、うん、こう説明してほしいって言われて、で買い物カゴ、そこにあった買い物カゴの中にもう帰るとこだから全部お金持って、お釣り銭とか売り上げとか全部持って、でお客さんにこれこれは何ですかみたいな説明してほしいって言われた時にカゴの中に置いてこう説明してたら、もうそれ持ってかれちゃった。全部その日の売り上げ全部持ってかれちゃったことがあって、あだその時はね残念だったなってお父さんもやってたけど、おかげでも間に合わねえのか。うん、分かんなかった。自分でだから最初どこにやったか分かんなくて、あれそうだここのカゴに入れたはずだってなって、でも、うん、見つからなかったですかね。うん、何だもしけもやだけで、これから気をつけてんのは何ですか。そう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 、もっと入ってる時じゃなくてよかったね。通帳とか印鑑とか入ってる時じゃなくてよかったね。うんだ、うん、食欲ない。誰ばあちゃん。そんなのはねえな。今少し食べけど占いをしてみようと思って、私あの、うん、
持ち込んじゃって、うんうん、そしたらそのなんだかお金かかりそうだうんになってきたからもういらないやと思って、うんうん、そしたら私あの自分なりにこう断りをしたの、うん、そしたらそれではあの断りはできないってこう書いてきてそれから、ね、30回もなったもんだけど夜中なんかあれはどうやったら止められたの電話ですか電話着信拒否ですね着信拒否って言ってLINEだとしたらブロックをしてブロック、はい、でいいな今度は1万円当たりますって言ったうちのお母さんも前澤さんかなんかがお金配ってますっていうのをやってた頃にあれねお母さんのところに当たりましたっていう連絡が来て、うん、やめてくれっつって、うん、そんなところに住所だの何だろかんだ振り込み先だの、うん、今日たこ焼きの粉も買ってくべと思ったんだねたこ切って冷凍してやんだろなあこのうち買ってくべと思ったけど忘れちゃったの、うんうん、買ってくる二袋もうんタフロン買ってくと焼くの大変だっていやみんな食べる食べる、うん、じゃあ今日は1万円当たるなんとかなりますなんてよ、はい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 、お母さん携帯出ますか今お母さんのさいらないやつブロックしちゃいなよほらブロックとか拒否とかが分かんない人はずっともうこんな電話かかってくんならもうやっちゃいましょうってなっちゃうでしょ分かんない人はそうなっちゃいますよねめんどくさいってなったらね、あれしちゃうしなんかこれこんなにもうよく人生よくよくだから占ってもらおうかなとかそれはゆいちゃんと一緒に浅草行くといいですよえそれ見たからさ、やりたくなったんじゃないのその動画見たからあとはイオンとかでもやってますよ、イオン占はい、1000円だか2000円だかでああ、そう浅草行くじゃんねえおばあちゃん高校シェイコバータラキラキレンサコ誰か読んだはるみがあやちゃん家行くって言ったじゃんだから行って確認してきてって頼んだのね確認してきたうんそしたらあったってうんこんなあったんなペや野菜売り場中に入ってんの入ってるあやちゃんが行ってくれたのはるみがあやちゃん家行くって言ったから通るときに確認してみてって言ったら野菜売り場に落っこってたのを店員さんが預かってくれてたってなんとも普通にでずーっと考えてて、うん不思議だと思ってどうもな、うん、よろしく言ってあやちゃんな、うん、はるみちゃんどうもなそれ